よろしくお願いします。はい、お願いします。現状のフランシーお話よろしくお願いします。はい、はい、ですね、まあ行き足たまり系が結構いい方かなとは思います。はい、伸びはまあだいたい似たような人が多いかなとは思うんですけど、ちょっと部が悪かったり逆にちょっと部がいい人もいるんで、伸びに関してはそんなに特に目立った感じはないですね。はい、じゃあ今後の調整、ここを伸ばしていきたい、そういった部分っていかがですか？そうです、もうちょっと伸びがもうちょい伸びてくれるともっと良くなると思うんで、そうですね、あとは、まあ、伸びつけれるようにして、あとは全体的にもうちょっと、はい、底上げできたらなとは思いますけど。ネットの方で特技がボーリングって伺ったんですけども、実際今もされてたりするんですか？今はやらないですね。まあたまにちょっと友達と久しぶりにやろっかぐらいの、本当にごくたまにぐらいですね。休日の過ごされ方って選手いろいろされてて、はいはいはい、ネットの記事によると、はいはい、ペラを叩く、あ、はいはいはい、練習をするって、はいはいはい、それ出たての時ですね。まだ持ちペラの時は確かにもう出たての時はとにかく練習行って、でレース場のペラ小屋借りてペラ叩いてっていうことをやってましたけど、その家でペラ叩くっていう作業がなくなってからは、まあ、練習は行ってましたし、まあ、今でもできるだけ行けるときは行きたいなとは思ってるんですけど、あとはもう練習がどうしても午前中とかで終わっちゃうので、それからは誘われたら釣り行ったりだとかですかね。あと最近だとちょっとトレーニングがてらジムに通うっていうようなことも、はい、生活でなんかここだけ気をつけてる部分とかってどうですか？まあ、もちろん食事とかもあると思うんですけども、特にここが特に私生活ですか？はい、もうどうしても僕お菓子とかめっちゃ食べちゃうんで、はい、だからもうなんならご飯ちょっと抜いてでもお菓子食べちゃったりとかしちゃうんで、まあ、それは本当直さなきゃいけないなとは思いますけど。甘いものとか好き？甘いものも大好きですね。チョコとかも、チョコも好きですし、アイスも好きですし、でそういうとこはちょっとちゃんとした食生活とって、そういう感触は控えなきゃいけないなとは思ってるんですけど、ちょっとね、どうしても一言よろしくお願いいたします。はい、ですね、なかなかちょっとまだ A1 級に1回も上がれてないんで、今季こそは A1 級に上がれるようしっかり走ります。